すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、金曜日は辛いラーメンの日ということでじわじわ浸透しつつあるこちらです。ドン。東京メトロ六本木駅から徒歩1分のところにあります仁衛徳さんにお邪魔してます。ここ数年中国の蘭州牛肉麺がじわじわと日本にも来てる印象を受けるんですけども、こちら仁衛徳さんは本場中国でなんと100店舗以上展開してるお店ということで、中国では100店舗といえ日本ではまだこれが1店舗目なので、早速お手並み拝見といっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、仁衛徳さん、注文制です。今回は蘭州牛肉麺をチョイスして麺の種類を選べるので中太麺でお願いしました。麺の種類を選んでからその場で手打ちしてくれるので新鮮な麺がいただけるんだなとワクワクしながら待ってた。こちらが仁衛徳さんの蘭州牛肉麺です。ザパーイ。ピリ辛そうなラー油地帯を抜けると牛肉がドドンとひしめき合う。その下に潜む麺も気になるぞってことでいただきます。ではまずはスープから。うほーい。かなりコクのある牛骨スープで塩もキリッと効いているナイスな美味しさ。まだそこまで辛さは感じませんが、ここからどうエボリューションされていくのか非常に楽しみです。さあお次は明らかに超長い一本麺。果たしてすすり切れるのか。すすろう。おっと、さすがにこの麺はすすり切れないほど長い。しかし打ちたての風味ともちもち感は随一のもので、スープのコクとも合わせて美味しい、とってもハイクオリティなコンビネーションです。では続いて牛肉をパクリと食らってみましょう。ジュワンとジューシーで脂も乗っているリンウェイ2もびっくりなタイプ。さすが牛肉麺というだけあって抜かりはありませんね。てな感じでうまうま牛骨スープが染みた大根もパクパクと食らって、後半はラー油が回ることによって辛さもだんだんと増していき、すするごとに食欲は増進されていきます。そうこうしながらたっぷりな牛肉を麺に絡めたりもしつつ、じんわりと程よい汗もかいてきたところで本日も完食です。大変美味しくすすれました。コクのあるスープと長い麺が印象的な一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、仁衛徳さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。あっさりの牛骨だしなんですけど、ただのあっさりで終わるスープではなく、しっかりとコクがありつつ牛骨もね感じられるというすごく美味しいスープでしたね。麺は太さを選ぶとその場で手打ちしてくれて、麺が全て一続きになってるのですすり切れない麺でしたね。うどんとラーメンの間を取ったような食感で食べ応えもあって、僕はあの麺すごく好きでしたね。後半はラー油とパクチーが混ざって徐々にこうピリ辛なラーメンに変わっていく感じで、だんだんと味が変わっていくので最後まで飽きずに楽しめましたね。聞くところによると日本人向けの味というよりは本場の味を再現しようという方向に力を入れてるらしく、これがね日本で流行ったらすごく面白いんじゃないかと僕は思いましたね。お疲れ様でした。それではするの公式キャッチフレーズ、仁衛徳さん中国4000麺屋うますぎた。